ライバルがいるならうかうかできないよ。おねえ、涙は男を引き寄せる力はあるけど、つなぎ止めておく力はないからね。普段は笑っててポイントで泣く。萌えの典型パターンの一つかも。私もケイちゃんで実践してみるかな。ダメだよダメ。なんならおねえ、どっちがケイちゃんの気を引けるか競争する。やだやだ絶対やだ。しおん、ひなみざわに来たら追い返す。絶対よかったじゃん、ね、おねえ。好きな男の子のことで悩めるなんて羨ましい。私なんかいないんだよ。なんでもない。お姉とケイちゃんが楽しく過ごしていても誰も咎めない。羨ましいなんて思わない。妬んだりなんかしない。私が咎められたから同じように咎められてほしいなんて。サトシ君がいなくなってから1年が経ってしまう。またあの綿流しの祭りがやって